おはようございます、本日はですね、9月5日、今から横浜に、これから4日間行きたいなと思います。今日がですね、ちょっとYouTube スペースに行く用事があるので、YouTube スペース行って、で、あさって、オンラインサロン飲み会やって、しあさって帰ってくるという流れになってますので、おう！はい、それでは横浜2日目でございます。ここはですね、横浜の中華街の近くなんですけど、まあその辺のとこ泊まって、で、2日目は今からどうしようかなと思ってるんですが、なんか渋谷でなんか日本のブランドが集まる展示会やってるらしくて、でそこに行ってみようかなと思って、で今日は特に用事ないのでそこに行くだけで、であとはゆっくりしたいなと思います。まずは昼ご飯行きます。この辺になんか美味しい海鮮のお店みたいなのがあるはずなんで、この辺に行きたいなと思います。あ、あったあった、空海本店。ドゥドゥン、いや、行ってきました。めちゃくちゃうまかったです。関西はうな重になって蒸さないんですけど、関東はなんか蒸してるって言って、で、なんか僕はあんまりうな好きではないんですが、なんか1日限定10食しかないし、こんな時間まで残ってるのは珍しいって言われたから、ついつい頼んじゃったんですけど、美味しかったです。で、多分他の料理とかも絶対うまいやろなっていう店の雰囲気だったんで、唯一欠点があるとすれば地下の1階なんで、回線が携帯の電波が 3G になるというところがちょっとデメリットですが、まあ、それ以外は大満足でした。今からは展示会行きたいなと思います。レジのお姉さんに、お仕事ですか大阪からって言われて、まあ、仕事みたいなもんですってカッコつけたんで、全然仕事でも何でもないんですけど、まあ、なんか展示会に今から行くんですって言ったら、仕事っぽく聞こえるかなと思って、一応なんか展示会に行くんですとは言いました。で、展示会に行く理由は別に特に大した理由はないんですけど、なんか どんなブランドなのか見てみたいなと思って、それこそストラクトの原田さんっていう方とか何人か知り合いの方いてらっしゃるので、まあ、多分行けば会えるやろうなと思って、ちょっと行ってみようかなと渋谷の方に行きます。それでは会場到着しました。すごいですね。じゃあ行ってまいります。
それではあの方と合流しました。じゃん、原田さんです。ありがとうございます。わざわざIn東京。はい、それではですね、なんか展示会に行ってきました。今回は190店舗くらい出てたみたいで、いろいろ見てきました。で、原田さんとも会えました。はい、それではあれから、電車に乗って横浜までも戻ってきました。でも夕方5時ぐらいなんで、今からはサクッとビールでも飲ん で、あとはもう寝たいなと思います。で、明日がここに来たほんまの理由なんですけど、オフ会っていうか、サロンの飲み会があるので、まあ、明日の夕方ぐらいに合流して、で、嫁も関西から来るっていう形になってるので、まあそれまではとりあえずゆっくりしたいなと思います。なので今からはちょっと軽くビールでも飲みに行きたいなと思います。気がついたらなんか中華街まで来ました。で、この辺やったら結構なんか飲める場所とかもあるので、サクッと飲んで帰りたいなと思いますが、明日の飲み会も実は中華街なんで、まあ、中華は食べないんですが、なんか軽くバーとか行けたらいいかなと思います。僕はあんまこういうの好きじゃないんですけど、嫁さんはめっちゃ好きなんで、明日は多分この辺来ると思うので、多分めっちゃ喜ぶと思います。さて、どこあるかな。なんかグルナビで見たらこの辺になんかバーがあったんですけど、どこにあんねや。着いたんですが、まだ閉まってます。それは確かにこんな夕方から土平日に飲むやつおらんやろなと思うので仕方ないと思うんですが、まあコンビニかなんかで酒でも買って、でホテルで飲んで明日に備えたいなと思います。もしかしたら夜腹減ったらなんか横浜の家系ラーメン食べるかもしれませんが、まあとりあえず動画はこの辺で終わりにしたいなと思います。あれが横浜スタジアムです。キラッと見えてるという感じでですね、まあこの辺で今日は終わりたいなと思います。以上が横浜デイ1デイ2でした。ではまたデイ3でお会いしましょう。さようなら。